問答のない意見はそのまま下がります。の改善を進めますのは高杉千恵子さんでございます。今度は無常から控えるという声がかかります。元奉行からは、今の矢は良い矢であったかという問いかけに対して、紛れもなく、まさしく良い矢であったという答えをいたしました。では、矢所はどちらだという話に、通じきという後ろの、この方の腰に当たったと、矢所も当たっておりましたので、では、御推言をして、当たりとなりました。それも的に当たったんですが、奉行から何の武器もございませんが、矢取りが出かけましたので、矢を取らないでほしいという命令をしたところでございます。受けの改善は川口俊子さんが務めております。問答を仕掛けたところ、当たりは当たったんですけれども、外の矢といいまして、張り弓の幅で的から1つ、それから2つ指に、その範囲内に入っておりませんと、当たりに数えられません。それが外の矢ではないかという判定をしましたので、それについては、再度、沙汰をしてほしいという、伊手からのお願いに、奉行が答えまして、では、あなたの弓を拝借しますという対応がされます。それで、的からどれだけ離れているかというものを実際にここで見分をするわけです。で、その範囲の中に矢が少しでも入っていれば、奉行からまた、沙汰が行われるものでございます。こちらもただ見た目で判定するわけではなくて、実際に
その道具を使って本当に入っているかどうかという判定をするという意味でもかなりルールとして整ってきている競技であると思われます。伊藤が控えの座に戻りまして判定を待ちます。方も判定をしたところ、うちの矢、その所定の一つへ二つへの間に入っていたということが分かりましたので、紛れもなくうちの矢、当たりになります。ですから、猪瀬よということで、席に下がって結構ですという判定が出ました。では、これから揃って、肌入れの動作に入ります。問答してない手はまだ、袖が脱いだままでございます。本日の会場は、一の相手が松本明さん、小池光司さん、高杉千恵子さん、川口俊子さんが務めております。揃うと、印を返して下がります。前の印は、回りながら後ろへ下がる。それから、追属時に右足から4歩沈めていると。いうのがお分かりいただいた方がいらっしゃるんじゃないかと思います。さて、後の意味はどのようにするか、またこれはお楽しみということです。で、現在各伊手が引いた記録をこの数歌と申しますが、塚の上に櫛を足してどちらの矢が当たったかというものを指すところでございます。今の伊手は鶴を越して刺しましたので、音矢の矢が当たったということです。鞘が当たったときには、鶴の弓鶴の手前に刺して、弓鶴を越えて刺す場合には、音矢が当たるということでございます。確かこの宇田川さんは、鞘、音矢とも当たったと思います。こちらも塚の前で止まりまして、3歩進んで、手前に刺したのが、これが早野だったんです。鶴通りを越して刺しましたのが、音矢の辺りであることを示しております。次に4歩下がって、落ちの池、最後の池を落ちていますけれども、落ちの池はどちらが当たったんでしょうか。皆さんご覧になってご確認いただきたいと思います。鶴通りを越して刺しましたので、音矢のあたりです。皆さんもお気づきになられたと思いますが、3歩進んで4歩進んで、合計で7歩になっています。これを7歩の返杯といいまして、一つの魔除けでもある所作でございます。行政を終えた伊手は自席に戻ります。いよいよ後入りの行政に入ります。